あ、そうか。通信機もらったんだった。こちらボルト、どうした？あ、ボルト、聞こえる？私、サラダだけど。あ、聞こえてるぜ。単刀直入に聞くけど、あんたうまくいったの？当然いったんでしょうね。ああ、バッチリだってばさ。よし。そっちこそどうなんだよ。アジトは見つかったのか？あ、もう少し右を探してみようよ。うん、そう。サラダ？あ、ごめん。今ちょうどアジトを捜索しててさ、多分もう少しで見つかると思うんだけど。そっちもうまくいってるみたいだな。うん、片助先生が新しく開発した追跡用化学忍具が役に立ったんだよ。それにこの前私たちが行った任務先、あれビンゴだったよ。あそこに微量に残ったチャクラを化学忍具で調べたらさ、いくつか怪しいチャクラが感知できたんだけど、その中にテグセってやつのチャクラが見つかってね、それを追跡してある程度の場所まで絞れたってわけ。なるほど、やるじゃねえか片付けのおっちゃんもよ。ボルト、あんたこれからどうすんの？俺もそっちに向かうぜ。ゼロを許すわけにはいかねえからな。そう言うと思った。じゃあ私たちが捜索してる場所教えとくよ。この葉隠れの北西に日隠れ山ってあるの知ってるでしょ？そこの南地区10キロに広がる岩肌にいくつか亀裂がある。サラダ、危ない！サラダ！おい！サラダ！ちくしょう！何が起こったってんだ！ボルト、襲撃にあったんだ、奴らの。僕らは何とか身を隠すことができたけど、シカダイたちは連れて行かれた。クソ。けどそのおかげで奴らのアジトの場所は分かったよ。印は50メートルおきにつけておいた。30個目が最後。そこからまっすぐ行ったところに奴らのアジトがある。わかった、あとは俺がやる。お前たちは里に戻っといてくれ。あんた一人で行く気？危ないって。危ないのは承知だ。止めても無駄ってことね。水木、サラダを頼むぜ。うん、サラダをこの葉に届けたら仲間を連れてできる限り早く戻ってくるよ。おう。ボルト、ナナシさんはどうすんの？少し分かったんだ、あいつのことがさ。どんなことしてきたか、どんなこと考えてたか。あいつはずっと忍界を憎んでたけど、同時にすげえ苦しんでた。じゃねえとあの時、あんな顔しねえよ。だから、もう一回話をする。ヘマすんのはなしだからね。足りねえだ。
人界を潰すとか、そんなことやっても意味はねえ。ただみんなが不幸になるだけだ。お前は本当はいいやつだって俺は分かってる。悪いことするようなやつじゃねえはずだ。兵器に優しいのは不要。お前は七種の兵器として生きろ。痛みなど耐えろ。一族のためだ。泣くな。泣いてどうする。ねえ、助けに来ると思う？さあな、あいつがうまいことやったってんならいずれ来るだろう。む？むむ？なるほど。微量のチャクラを縄に流し続けることで強度を上げているのか。考えましたね、手癖。無様ですね、片助先生。あなたたちがこのアジトに近づいた時は少々焦りましたが、結局こうして捕まっちゃったら意味ないですよね。しかし忍界全土に仕掛けた洗脳がこうもたやすく解かれるとは予想外でしたよ。あれも片助先生の仕業なんでしょう？どういう手を使ったんです？洗脳が解けた？それは本当ですか？ってことはあいつやったんだね。うん？その反応はまさか片助先生の仕業ではない？では一体誰が？俺だってばさ。誰です？僕だ。うん？お前は先の大筒木の進行を食い止めた忍びにして、かの七代目火影の勇ましき息子か。俺のこと知ってんのな。意外だってばさ。我が計画が成就した時、影とつながる一族は根絶やし滅ぼそうと考えていてな。故にお前のことも調べさせてもらっていた。勝手に素性を調査したこと謝ろう。別にいいよ。どうせお前がやったことなんて意味なくなるんだからよ。ともかくようこそ我がゼロのアジトへ。てめえがメルツってことで間違いねえな。いかにもゼロを束ね、この忍界を導く存在、ペインを超え本物の神へと上り詰めるものだ。ハッタリもここまででかくなると笑えるな。子供のお前にはわからんさ。さてここに何をしに来たと聞くのは愚問だな。お前は捕獲された者を助け出し、この組織を潰そうとしている。そうだろう。話が早くて助かるってばさ。けど俺がやりたいことはもう一つある。お前らが利用してる七種も助け出す。おお。あいつと話をさせろ。ということだが、ナナシ。俺はお前と話がしたくてここまで来たんだ。私はあんたと話すことなんてない。お前になくても俺にはあるんだってばさ。ゲームの中でも現実でも
あんたしつこいのよ。もう構わないで。今だったら回れ右で帰っていい。冗談言うなよ。ようやく本物のお前に会えたんだぜ。これで俺の声が直に届くだろうがよ。いたぞ、奴が撃ち放ならしだ。追い詰めよう、奴を封じるのだ。ならし、帰らないで。キス、帰るときはお前も一緒だ。本当にバカな奴ね、あんたは。俺はお前と戦う気はねえ。しつこいのよ、本当に。もう私の前から消えて。ナナシ、お前いつまでゼロに加担する気だ。この人間を潰すまで。キャプテン、本当の本当に潰したいって思ってんのか。それでお前は満足すんのかよ。当たり前でしょ。人間を潰すことでようやく私の憎しみは消えるのよ。確かにお前はとんでもない過去がある、それは知ってる。けどなんであんたが私の過去を知ってるのよ。勝手なこと言わないで。勝手じゃねえよ。兵器として扱われてたことも、理不尽に封印されたことも知ってる。ああ、だからってこんなことやってお前の気持ちが救われるわけねえだろ。知ったふうなこと。あんたが私の何を分かってんのよ。私はこの忍耐が憎くて憎くてたまんない。ずっと限りな私の気持ちを、たった数日しか顔を合わせてないあんたが分かるわけないでしょ。この天井のようにずっとと、あの時の記憶がした頭の中から離れない。あの時の都合が、父も母もいない、誰も助けてくれない、あの絶望があんたに分かるわけないでしょ。ナナシ、正直さ、俺はここで話をすればお前が考えを変えてくれると思ってたんだ。けどその考えは甘かったみてえだな。でも考えてみたらお前の言う通りだ。俺はお前と会ってまだ数日、そんな俺がお前を理解したなんて虫のいい話だよな。環境も違う。俺は今の時代に生まれて不自由なく育った。けどお前は戦国の時代に生まれて戦いに利用されてた。お前の心の底に渦巻いてんのは俺が思っているよりずっと重くて、くれ、俺とお前とでは立っている場所が全然違う。やっと分かったみたいね。私とあんたとでは何もかもが違う。けどな、だからといって俺はお前を諦めることなんてしねえぜ。だってよ、立ってる場所が違うなら近づけばいいだけじゃねえか。な、お前の気持ちを全部わかるには時間が足りてねえ。お前が受けた苦しみってのを俺は分かってあげられてねえ。けどそれは今がってだけだ。少しずつでいいからさ、
お前のことを教えてくれよ。腹に溜まったもん吐き出してよ。そんでこれからを考えようぜ。少しずつゆっくりでいいからよ。嫌な記憶を楽しいもんに変えていこうぜ。少なくとも忍者ヒーローズを通してお前と知り合ってすっげえ楽しかったしよ、俺は。もうお前と俺は赤の他人ってわけじゃねえ。友達だ。だからできねえわけじゃねえだろ。俺たち友達だろ。貴様は一族の繁栄のための存在。決死の覚悟で敵を殲滅しろ。感情など不要。お前は最後まで兵器として生きるのだ。バカじゃないの。バカなんじゃないの。あんた、私の言ってたこと聞いてた。私はこの忍界が憎くて憎くてたまんない。そのために忍界を潰したい。そしたらようやく私の憎しみは消える。嫌な記憶を楽しい記憶に変える。そんなこと私は全然望んでいない。私はこの忍界を壊せればいい。ただそれだけ。あんたが何を言おうと私のこの望みは少しも揺るがない。嘘つくんじゃねえよ。嘘じゃない。いや嘘だ。しつこい。嘘じゃねえってんなら、なんでお前泣いてんだよ。お前本当は。うるさい。あんたのせいで、あんたのせいで私の頭がごちゃごちゃするのよ。ナナシ、お前を混乱させる者は始末しろ。奴を始末し、その動揺が収まればお前はお前が望む未来を手に入れることができる。忍界なき世界がな。ナナシ、あいつの言うことに耳を貸すんじゃねえ。お前はうるさいって言ってるでしょ。もうこれ以上私を苦しめないで。これ以上もう私を惑わせるのはやめて。何も知らないあんたが私の心に入ってこないでよ。ああそうだよ、何も知らねえよ。それこそさっきやっとのことでお前の過去を知っただけだよ。だけどお前がいろんなもん食べ込んでめちゃくちゃ苦しんでるのはよーく分かってる。何が。まずはその苦しい気持ちを俺に吐き出せよ。もう黙ってよ。アマテラス、消えて。蹂躙しろ。千住の奴らを葬り去れ。親も兄弟もいない貴様は一族のためにその力を存分に振るえ。いいな。なんかあったのか。なんなら相談に乗るぞ。ねえ、あの子って例の。あまり目を合わさない方がいいわよ。私たちとは違うんだし。別に求めてるもんとかそういうのはねえな。俺はお前と話がしたくてここまで来たんだ。帰る時はお前も一緒だ。少しずつでいいからさ、お前のことを教えてくれよ。もうお前と俺は赤の他人ってわけじゃねえ。友達だ。ナナシー！
なのよ。なんなのよ、あんた。なんでいつも私の頭の中にいるの。辛い記憶ばかりだった私の中で、なんで笑ったあんたの顔が出てくるの。なんで邪魔だと思ってもあんたの顔が出てくるの。なんで、なんであんたが。さっきも言ったけどよ、お前の辛い記憶ってのは今の俺には分かんねえ。悔しいけどどうしてやることもできねえ。でもお前のこれからを少しずつ楽しいことに変えることはできる。忍者ヒーローズをやるのもいいし、みんなと一緒にどっか行くのもいい。とにかく昔はできなかったことをいっぱいやっていこうぜ。それだったら今の俺にもできっからよ。だからさ、チャンスをくれねえか。お前が今の忍びや忍界を嫌いにならないための最後のチャンスってやつをさ。ボルト。失望したぞ、ナナシ。貴様はかつての恨みを晴らすため忍界を滅ぼすのではなかったのか。貴様の恨みとはその程度だったのか。所詮ただのガキだったということか。ナナシは連れて行く。利用価値の下がったものは廃棄するか誰かにくれてやるか。まあどちらでもいい。使い切ったものは好きにしてもらって構わん。利用価値だとか物だとか、てめえも昔のやつらと同じようにナナシのことを道具くらいにしか見てねえのか。神に近い俺からすれば、大名も御影も過去の遺物も誰もが皆下々の存在に過ぎんよ。あなたも同じように見られているのですよ。それでいいのですか。私は科学忍具が作れれば何と見られようが何も問題ないのですよ。おかげで私はたくさんの科学忍具を生み出せました。なんと幸せなのでしょう。てめえの考えはイラッとするけど、ナナシは遠慮なく連れて行く。ああ、連れて行くことは許してやる。まあもっともそれを許すのは使い切った後の話ではあるがな。どういうことだ。なんだ。ナナシ、どうしたんだよ。バカ。あれは。てめえ何しやがんだ。お前は私たちが何も策なく奴の封印を解くとでも思っていたのですか。私はね、こう見えて石橋を叩いて渡る性格なんですよ。金庫樹の札というものを知っているか。対象者に樹印札を仕込み意のままに操るというあれだ。ある一定範囲の自由を与えつつも、術者を決して裏切らず、
有事の際にはその行動を完全に掌握できる。生きたる兵器を操るには実にうってつけなものだとは思わんか？もちろん現代版に調整してますがね。どうです、あの髪飾り。ファッションとしても十分いけるでしょう。私はね、見た目にも気を使うできた男なんですよ。奴はまだ使い道がある。俺の理想のため、かつて恐れられた兵器の力を全てひねり出す。さあ、枷の外れた兵器よ、存分に暴れてもらおうか。ナナシ！お前が死ぬぞ。けど大丈夫です、若はいつも通り戦っていいのです。彼女を気絶させればあとは我々で何とかできます。そう、うまくいくかな？そもそも相手は宇治派の兵器ですよ。たかが下人の分際で勝てるわけないでしょう。ボルト、悩んでる暇はねえ、今は戦え。ナナシ、しっかりしろ。俺の声が聞こえねえのか？やれやれ、何言っても無駄なんですよね。そいつはもう操り人形なんですから。せいで迷いが生まれてしまった。今後は常にこちらが操っておかねばならんようだな。くそ、あいつら。行け、また行った。そんな、はぁ、行くぞ。行け、また行った。この手を勝手にすりゃいいんだ。どうすりゃナナシを元に戻せる。このままじゃ。はぁ、行くぞ。目障りの目を受け。何をしているナナシ、貴様の力はその程度か？まさか、これからですよ、楽しくなるのは。これは驚いた。
まさかあのナナシを押すとは。まだかすかに自我が残っているのかな。それのせいで手加減をしているかもですね。つまりさらに制御を強めて自我をなくせば。大丈夫か。ああ、死にましたかね、これは。次で終わりですよ。何が？手ぐせ。私の装置が。あとは父ちゃんたちに任せとけ。やってくれたな、おめえら。来たか、罪人どもめ。罪人だ？どの口が言っている。人界を混乱に陥れたお前がよくも言えたものだな。貴様らは自分がどれほどの大罪を犯したか分かっていない。どういうことだ？我が組織ゼロの名はこの人界をゼロに戻す、その理念から来ている。ではなぜゼロに戻さねばならないのか。こんなにも平和な時代を迎えているのに。それは貴様らが作った今の時代が間違っているからだ。転覆を狙う奴らが言いそうなことだ。さすがに裏社会を知り尽くしているお前はそこにはびこる魑魅魍魎らについて詳しいようだ。だがな、ゼロは違う。時代を変えるよう皆が俺を求めたのだ。確かに組織を立ち上げたのはこの俺だが、ここを構成しているのは自ら組織入りを希望した者たちだ。向こうからこちらに協力を申し出たのだ。俺の思想に賛同してな。何が言いたい？そうだな、結論から先に言おう。この世界は戦いを欲している。平和安寧の時代はお前たちにとって満足な時代なのかもしれん。しかし平和は争いをなくす、安寧は忍びという存在を殺す。第四次人海大戦を経てお前たちが作り出した新時代はその裏で不当の歪みを生んでいるのだ。時代が戦いを求めていない今、歪みに苦しむ者はどこに行けばいい。故に彼らはゼロに居場所を求めた。戦うことでしか自分を表現できない者、己の腕を試したい者、傭兵上がり。中には先の争いで家族を亡くし怒りのぶつけ先を探している者もいたな。奴らは戦いを求めている。傷つけ、血を流し、感情をぶつける時代を求めている。まさにペインの考えた力による統治を求めている。違う。ペインは、ナガトはその先の平和を望んでいた。お前のやり方はいたずらに戦いだけを良しとするやり方だ。それの何が悪い。時代は輪廻するものだ。戦乱が終わり
平和が訪れ、そして再び戦乱に戻る。それが時代の断りだ。それにな、俺はペインの思想に賛同してはいるが、全てを彼と同じようにしたいとは考えていない。俺は俺だ。彼の思想をもとに俺の考えた時代を作る。すなわち今の忍界を潰し、再び戦乱の時代に戻すのだ。そしてそれを成した時、俺はペインを超えた神となる。浅はかだな。それが貴様の望みか。お前がやろうとしていることは、うちにも外にも犠牲が大きすぎる。そんなの人界に不幸が広がるだけだってばよ。待望に犠牲はつきもの。我が部下もそれを承知でゼロに集っている。このナナシもそうだ。人界を潰すために組織に加担し、その能力を存分に使われることを望んだ。ナノ、もう今のナナシは望んでねえ。だな、誰かのくだらん入れ知恵によって、とうに戦う意志は消え、今となっては操ることもできん。今はそう、ただの足手まといだ。だが、まだ役に立つことはある。渦巻ボルト、貴様はこいつを連れて行くと言っていたな。くれてやる。使い切ったからな。ナナシ！てめえ！ナルト！隙ありだな。さすがの反応だ、渦巻きナルト。だが、お前は甘いな。てめえはやりすぎだ。絶対に許すわけにはいかねえ。どうか、貴様はここで消す。東大最強の二人が相手か。なんとも贅沢だ。準備完了だ。そこか。お前を前にする。複雑な感情が湧き出す。何のことだったのよ。若き頃の俺はペインと共に雨隠れの内戦を戦い、その時両目に傷を負った。それが元で俺は光を失ったが、そこに絶望はなかった。なぜなら、ペインの思想に導かれ、革命を成すことができたのだからな。だが、その、ペインは貴様に敗れた。そして雨隠れは絆ありきの時代を進むことを選択した。時代錯誤の俺は爪弾きにされ、ペインの思想と共に、表舞台から去ったのだ。渦巻きナルト。貴様がいなければ、ペインが死ぬことはなかった。俺がこうしてゼロを立ち上げることもなかった。あの存在が俺の生き様に大きく影響を与えている。今が死ぬことになる。自分は。このまま、奴を追い詰める。と言っておこう。その程度で俺たちに勝つ気でいたとはな。俺とサスケに勝てるわけねえってばよ。やはり勝機は今、
お前たちをここに誘い込んで正解だった。この後に及んで何を言っている。本来ならば俺の力はお前らに及ばぬだろう。残念だがな。だが今はどうだ。お前らはこれまでの戦いで消耗し、残された力は少ない。現に俺を打ち損じているほどにな。だから今が勝機だと。だとしたらとんだ計算違いだってばよ。いくら消耗してようが、最後に勝つのは俺たちだ。ヤチホコという能力を知っているか。リンクした者どものチャクラを自由に操ることができ、己に還元することもできる能力だ。しかも無尽蔵にな。故に過去のウチハ一族はその能力を使い、あらゆる道術を強化しようとした。まあそれは失敗に終わったが、しかしヤチホコという存在は世を震撼させた。それはそこのウチハ七種の能力だ。そう、七種の能力だ。七種特有の能力、七種のシャリンガンでしか使えぬ能力だが、ある時にな、情報が一つ俺の耳に入ってきたのだ。新しく開発した義眼がある。上役には否定されたが、それを使えば光が戻り、大いなる力も手に入ると。まさかテグセ、あの義眼を。メルツ様に与えましたよ。結果とてもいいデータを手に入れることができました。難しかったのはチャクラ供給源の確保でしたが、それを一気に解決する術も見つけられたのです。気をつけてください。テグセの作った義眼は道術複写という機能が備わっています。複写？つうことはまさか。その通り。一族の血という制限があった道術を誰でも使用できるようになるという夢のスーパー機能。それが私の作った最高傑作にして究極の義眼なのです。それが奴に備わっているというのなら。そう、今の俺にはヤチホコがある。ナルト。な。さすがにこの目の危険性に気づいた。だが少々遅い。陰刻みのつくよみで刻んだリンクは今や忍界中の忍びにある。それがどういうことかもうわかるだろう。奴らのチャクラは俺が握っている。そして俺はそれを自在に集めることができる。集まる膨大なチャクラは万華鏡シャリンガンの力を最大限に引き出し、あの力をも再現できるのだ。これは、おいおい、最もコピーゆえか形はいびつなものだが、お前たちを葬るにはあまりある力だ。何せ今のお前たちは当代最強ではない。
触れば吹き飛ぶ小さき存在だ。さすがにしぶといな。だが、終わりだ。それが抵抗か？もはや枯れ果てたチャクラを振り絞り、必死に時間延ばしをするだけではないか。これが歴史を作った二人の最後の姿とは、無様だな。待ち、集中しろ。これでお前たちの時代は終わる。これからは俺の時代だ。死ね。ボルト、なぜ貴様が。貴様はすでに七しか。私は嫌い。人界も忍びも。でもあなたがいるなら、まだこの世界は。ボルト、待ってろ。すぐに終わらせてくる。最後の最後でくだらぬことを。助かったボルト。この戦いはもはや子供が出しゃばるものではないのだがな。てめえはやりすぎだってばさ。今の時代ってのは、父ちゃんたちがいろんなもんを乗り越えてやっと作り出した時代だ。それをむちゃくちゃにしようとしているお前は許せねえ。けどな、何より許せねえのは、辛い思いをしてきたナナシを利用するだけ利用して、まるで人として見てなかったことだ。バカめ、ナナシは兵器だ。兵器を利用して何が。ナナシは俺の友達だ。友達をむちゃくちゃにしやがったお前は絶対に許せねえ。アセ、俺がナナシにチャクラを与えられただけの存在。いいだろう。いずれにせよ、影につながる者は始末する計画だ。ここで貴様を消しておいてやろう。子供がやるってのに、親がバテてるわけにはいかねえな。同感だ。弟子に遅れを取るわけにはいかん。お前には負けねえ。見つけてやる。
かつての英雄も俺にとってはただの糧に過ぎん。貴様らを葬ることでここから新たな時代が始まるのだ。もう神になっているようだな。せっかちな神だってばよ。巨人ってやつは、こいつだったってことだ。悲願を鳴らし、この力をコントロールする必要があったのでな。動作テストの応募、いくつか森を破壊させてもらった。まあいい、臨海全土が戦場となるのか。別に問題なかろう。戦場になんてさせねえよ。たかがナナシのためにそこまで必死になると。見苦しい存在だ、渦巻きボルト。あいつがどんなに苦労したか知らねえのか。知っているさ。だがそれがどうした。それが奴の運命だったのだ。運命は変えられぬ。最初から決まっている。奴は兵器として生まれ、兵器として死ぬ運命にあったのだ。
俺は奴を有効活用したが、それが兵器としての幸せだろうからな。お前の考えであいつの生き方を測んな。あいつは人間だ、兵器なんかじゃねえ。いいだろう、仮に人間だとしよう。だからなんだ、結局何も変わらんよ。奴は人間でありながら人間に利用され挙句捨てられる。その運命は変えられる。悲しいことにな。それは違う、運命は変えられる。俺はそのやつをいっぱい見てきた。お前が崇拝してるペインだってその中の一人だってばよ。だからこそ彼は神になれなかったのだ。それからすると古い考えに縛られているお前こそ悲しい男だがな。そんな男が神になるなどと表せる。鬱陶しい奴ら、なぜここまで現れる。もはや貴様らの時代は終わるというのに。勝手なこと言ってんじゃねえってばさ。終わるのはお前が勝手に想像してるチンケな理想だ。父ちゃんたちが作った俺たちの時代はこれからもずっと続いていく。メレツ、てめえを倒した後でもな。おせえよ、アセンカ、アセンカ、このまま決めてやる。おせえよ、おせえよ、いくぞ。されているだと。俺は新たな時代を作る神だぞ。こんなこと認められぬ。認めてたまるか。開けておいたぞ、ボルト。決めてこい。時代ってのは人が作るもんだ。自分勝手な神様はお呼びじゃねえんだよ。螺旋なぜだ、なぜだ、なぜだ、なぜ俺がこんなガキに。俺たちを忍びを
もはや戦う術がないか。渦巻きボルト。貴様を侮っていたのが敗因か。違う。この時代ってのはお前が思ってたよりも強えんだ。お前は父ちゃんたちが作った時代に負けたんだってばさ。強いか。果たしてその言葉この先も言っていられるかな。俺が言ったことは間違っていない。今の世には戦いを望む者が多くいるのは事実だ。だからって人を物として扱っていいわけじゃねえ。お前のやり方は誰のためでもなかった。ただの自分勝手だ。言うな、子供の分際で。だがお前はその子供に負けた。当然だってばよ。何せその子供たちこそ俺たちの火の石を受け継いだ新しい力だからな。絶対に折れねえ強い力だ。そんなものがこの俺よりも上だと。決して折れぬ神のごとき意志があれば世界を変えることなどたやすい。そんなものが忌々しい。忌々しい力だ。若七種は分かってるから。ボルト、私さ嬉しかったんだよ。ボルトが友達って。でもやっぱり辛くて辛くて。昔のこと忘れられなくてすごく迷って。だけど私もういいよ、わかってるから。ごめん。いいって。どこ？大丈夫だ。ここにちゃんといるってばさ。これわたしとボルトの奇跡。小さいけど大切。もらってくれる？もちろんだ。つうかまだまだ大きくしねえと。これからいっぱい遊んでよな。
嫌だな。なんで最後なんだろう。もっともっと一緒にボルトと。悔しいよ。アナシ、今回は失敗でしたが、次こそは。こうしてゼロが起こした反乱は終わった。幸いにも五大里の忍びたちに大きな被害はなく、たった一人の少女だけが犠牲となって。なんでこんなことになっちまったのか。始まりは何でもない小さなことだったのに。以上の捜査が行われ、いわゆるゼロの反乱によるスパイ容疑で捕まった忍びは10名を超えました。またゼロに資金提供をしていた有力者も絞られてきており、今後火影室主導の本格的な捜査が開始される模様です。約束のもんとは違うけど、これを渡しとくってばさ。わあ、綺麗。結局父ちゃんの首飾りはもらえなかったからな。あ、けどそれは貸すだけな。兄ちゃんにとって大切なもんだから。そんなに大切なものなのに私がもらっていいの？ああ、いいんだ。そいつはさ、ずっとずっと影にいたんだけど、ようやく出てこられた。だからさ、これからはできるだけそいつにお日様を見せてあげたいんだよ。でも兄ちゃんはこれから任務で忙しくなるし、それになくしちゃうかもしれないだろ。だからひまわりにそいつを頼みたいんだってばさ。よくわかんないけど、大事にしてればいいんだね。そういうこと、わかってんじゃんか。それじゃ、遊びに行ってくるね。おう。本当にこのままでいいのかってずっと悩んじまってる。どうしても気になっちまうんだ。あいつを救う道がなかったのかって。もしほんのわずかにでも可能性があるってんなら、俺は。だってあいつはもう十分苦しんだだろ。だから歩かせてやりてえんだ。
暗い影じゃない、新しい道を。日の当たる道ってやつを。